今回プレゼンテーターを務めさせていただきます西谷舞です。よろしくお願いします。私たちの曲は聴く家込みというタイトルで始めたいと思います。本日の流れはこのようになっております。最初に始めるということで、私たちのプロモーション企画の目標と目的、そして聴く家込みというプロモーション案がどのようなものかという概要の説明、そしてなぜそういうことになったかということで現状分析、そして提案内容でまとめと流れさせていただきます。まずはじめに、キクニーでコミは一体どのようなプロモーション企画かということで、まずお得で楽しいエコライフを応援する、キクニーでエコミというこのタイトルから分かる通り、エコを絡めさせていました。そしてこれをいかにどこでアピールしていくかということで、私たちはエコステリアという場所を、考えました。で、このエコステリアがどのようなものかということは後ほど説明させていただきます。そして私たちの会社目標はこちらにある通り、会員者数の増加、中でもヘビーユーザーの確保を目的としました。そして、それだけではなく、その先にある環境保護活動による EC ナビのイメージアップを目的としています。まず最初に現状分析でアバターの認知度について調べてみました。でこれは2007年に NTTM というところで実際に行ったアンケートの結果なんですけれども、インターネットユーザー10代から50代の男女を対象にしたアンケートで、アバターの認知度がどれほどで、なんかその中の利用率がいかほどかというデータとなっております。でこれを見ればわかると思うんですけど、9割以上の人がアバターの存在を認知している。でもその中で実際に使っている人は7割しかいない。ということで、なぜみんなアバターを知っているのに使わないのかというその理由を考えていました。でその理由がこちらになっております。こちらも同じくアンケート結果から出たものなんですけれども、アバターが認知しているのになぜ利用しないのかということで、アバターのキャラクターに興味がない、そして使うこと自体面倒だというデータが出ております。つまり、キテリには検索エンジン型アバターで、とても可愛らしいキャラクターがあるにもかかわらず、これだけでは売りがないということで、検索エンジン型アバター、そしてキャラクターの可愛らしさ、この2つ以外の売りと強みが必要だと考えました。では逆に、ユーザーはウェブサイトに何を求めるのかということで、会員登録をしたいと思うウェブサイトは何ですかというアンケートによると、8割の人がポイントが貯まるサイトと回答しております。結論、フーミーで EC 並みポイントを貯めようというのが一つの結論に聞きました。しかし、ポイントを立てて貯められるというのは、今この世の中当たり前のところなので、私たちはそれだけではなく植林募金に目をつけてみました。なぜ植林募金というかというと、私たちの目標は会員者数の増加だけではなく、その先にある企業のイメージアップと考えているため、既に日常で行っているフリック募金を前面に出していこうと考えました。で、環境保護活動によって、ピクミン、そして石など双方のイメージをアップしていこうと考えております。で、F1 層の人がどれほどエコに興味があるのかということを実際に私たちが F1 層150人に対してアンケートを実施してみました。あなたは現在エコに興味がありますかという回答で、ほぼ8割9割の人がエコに関心があると答えています。でさらにインターネットを介したエコ活動に参加したことがありますかという意見がほとんどの方がもう、そして脳の中でインターネットを利用することでエコ活動になるサービスがあれば利用してみたいと思いますかという回答アンケートに対しては、ほとんどの人がイエスと答えております。これを踏まえて、フランスが求めているものは、お得で役にできるエコ活動ではないかと考えました。そこで私たちは、ピクニーでゴミを提案したいと思っております。これは検索で EC ポイントを貯めよう。EC ポイント、EC ナビがすでに行っているポイントサービスで、実際に1日何回か検索することによってポイントを貯められるというシステムがあるんですけれども、それをピクミにも導入しようと考えました。そして、先ほどの班も言っていたんですけれども、Q3 が育つと、職人募金に加算されるというシステムを導入すればいいんじゃないかと考えました。で、このクリック募金というのが、スポンサーサイトがいらして、そのサイトをクリックすることで、スポンサーサイトの広告料を出しているお金が、ポイント、そして職人募金の双方に加算されていくというシステムなんですけれども、それをこちらにも導入すればいいんじゃないかと考えました。でつまりこれはお得でエコのサービスになるんじゃないかということになります。で、私たちが先ほど言いましたエコテリア、このピクミーでエコミはエコテリアでアピールしていこうと考えているんですけれども、このエコテリアはどういうものか、多分ほとんどの人が初めて聞いたと思うんですけれども、これは新型の地
ティビティの10階に2007年、結構最近オープンした場所で、マリナースという場所は高齢者をターゲットにエコに関するセミナーなどを開催している場所です。で、前回行われた朝の特別イベントでは、5日間で2万2000人の方が来場しているという前例があります。そこで私たちはそのエコステリアにて、エコに関するキャンペーンを行って、EQにも宣伝していこうと考えました。でこのエコステリアという場所は、その5日間の特別イベントがないと、1年間で1万人ほどの来場者数しか来ないため、今回、特にエコミのキャンペーンをすることによって、エコステリアにも多数の来場者が来る、そしてピクニーもまだ知名度が低いため、エコステリアでのキャンペーンを利用して、会員者数を増加するという、双方のメリットがあると考えております。そしてこの2つとも共通しているのは、エコに関心がある、エコマンスをターゲットにしているということなので、このキャンペーンはうまくいくのではないかと考えました。で、まとめ、ピクニーをお得で楽にエコ活動ができるサイトとして、エコステリアで特別キャンペーンを開催するというプロモーション企画となっております。そして、キャンペーンにより会員者数の大幅増加、そしてその先につなげていくために、職人募金により、ピクニーというシナリオのイメージアップにつなげていきたいと考えております。以上です。ご清聴ありがとうございました。ピクニーのポイントっていう考え方ではなく、ピクニーでリーチナルポイントが溜まるっていう結論に至ったわけです。別にピクニーポイントでいいかなと思います。最初にそのピクニーでピクニーポイントを貯めるだけだと、EC ラビにすでに会員登録をしている方がピクニーに流れることが少ないんじゃないかと考えて、まずピクニーは F1 層をターゲットとしていると思うんですけれども、EC ナビとで EC ナビポイントが貯められることによって、双方の会員者数の増加を考えたため、EC ナビポイントが貯められるようにしようという結論に至りました。あくまで内容を増やすことで、はい、っていうことです。はい。